今日は朝早くからまずお集まりいただきありがとうございます。お手元には参考までに馬場隆の経歴説明と議員活動のリストをお配りしておりますので、それをもとにいろいろ質問いただければと思います。それでは現大木町議員馬場隆氏の記者会見を始めます。本当に、足を運んでいただいてありがとうございます。皆さん、ちょっと特に、上白河の方ですね、にお伺いしたいのが、今の大木町の調整ですねがどのようなものに、注力をしているのか、ご存知かちょっとお伺いしたいのがあります。一番現在ですね、町として今注力しているのがゼロ炭素事業といいまして、二酸化炭素をですね、ゼロにするという事業、今の、町長や副町長環境課の出身というのもありまして、そこにかなり今、注力が向いている感じですね。これはもう今の話だけじゃなくて、もうここから5年間10年間長いスパンで、太陽光パネルをですね、町中の田んぼとか、畑の上とかにですね、ビニールハウスの上とかに、増やしていくという計画で今のところを進んでおります。でも実際はですね、私のところに届いてくる話ですと、町の税金使ってそんなことをする必要があるのかという声をたくさんいただいてますし、私もですね、もちろん国とか、世界のいろんな国がですね、二酸化炭素を減らすことに注力するのは、それはいいと思うんですが、町のちっちゃい、予算の中で、やることが他にいっぱいあるにもかかわらず、それに注力していくべきなのか、それを、私は疑問を視しているところです。かたやですね、この3年間半ぐらい議員やってきましたけど、本当は伸ばし伸ばしにしていることがたくさんあります。主に言うと施設の漏蓄が一番多いんですけども、アクアス温泉施設ですね。あそこも25年経って、もう水漏れが止まらなくて、何百万何千万毎年使ってますけど、漏れが止まらないと。だからもう建て直す時期じゃないかとかですね、例えば役場の西別館、古いシルバー人材センターとかがある建物ですね、あれももう50年、55年ぐらい経ってしまってて、普通に言う耐年度を過ぎてるぐらいで、でも、特に今のところですね、対処することなく、そのままです。あと、小学校のプールとかもですね、かなり漏蓄化してて、ひび割れなんかもしてますけども、もう応急処置でずっと毎年ですね、つなぎつなぎやってるという、現実があります。なんで私としてはですね、この伸ばし伸ばしにしてるつけ、結局、壊れたり、もしくはもうどうにもならないときに一気にやらないといけないわけで、そこにかかる修繕費なんかが積み重なるばっかりなので、早く決めないといけないというふうに思っております。そういった、特に伸ばし伸ばしにやってることを早く決断を、調整の中でですね、早い決断をしていくためにですね、今度1月の29日に、大木町の町長選挙が行われます。確か24日が告示日だったかと思います。現在、お一人、現職の方が立候補されてて、私が2番目の立候補となります。ここで、改めてですね、正式に、大木町の町長選の方に立候補することをですね、表明させていただきます。どうもありがとうございます。